室尾赤目青山国定公園は、近畿地方中部、三重県から奈良県にまたがる、山間部の国定公園。1970年12月28日に、伊比関ヶ原養老国定公園、愛知高原国定公園、山と青垣国定公園と同時に指定された。名の通り、室尾寺周辺の室尾高原、赤目48滝や京地系といった山郷部を、 中心とした赤目渓谷、そして布引山地一帯の青山高原を呼び、高献山地を包括した自然公園である。一帯はもともと県立自然公園の扱いであったが、政府の方針による太平洋ベルト地帯の緑地帯保護の一環で、東海自然歩道を通るこの地域近辺を国定公園に格上げした経緯がある。室岡山群は奈良県の東北部、 三重県の中西部に位置する、主として山岳景観に優れた地域。両県県境の黒祖山一帯に見られる、中上雪里の地形、赤目48滝、京地形に見られる渓谷、奈良県宇田市の名所旧石などが特筆される。トロイデ火山と火山岩の侵食による、中上雪里が地形の特色。第3基層生成後の噴火で、岩山形成。 その後の侵食作用で地形が形成された。赤木峡、峡地形は新火山岩に属する石英、雲母安山岩で安灰色で目は細く節理状。県境付近にある大道山二が竹島も独特の地形景観を示す。この地域は暖地生植物の北原地帯であるとともに寒地生植物の南原地帯である。全般的に紅葉樹が多く、 人員一のため増輪された杉、日の木も多い。高知ではむね温帯性落葉紅葉樹林が占め、それ以下は、団体性上緑紅葉樹林が多い。有名なものとしては、国の天然記念物に指定されている、宇田市、室尾山団地志田群落、向井園、葉山の鈴蘭群落、県指定記念物の仏高志寺の桜の巨樹、ソニ村門モ神社のお洋付け遺町、 ク津の左巻ヶ谷の群生、東吉野村縁覚寺の銀木製の樹木、鎧竹、兜額、屏風部岩の岩壁植生などがある。室生寺五十塔、古代文化の発生の地である奈良盆地に接し、伊勢に至る交通の要所にあったため、産地にもかかわらず、文化景観は多様。奈良県側では、宇田市の室生寺で、国宝指定の平野建築を見ることができる。 他に、東吉の村大座省の入川上神社、宇田市の住坂神社、宗助寺、富津隆史寺など、三重県側では、赤目48滝の行法道場、円寿院の石像道路が文化財指定されている。他に、土城滝の北畑神社、三滝の新福院などがある。固んだ木病が室岡山群に属する。 大道山より南に連なる三重、奈良の県境の山地で標高1235.6メートルの三部山を主峰とし南東に大光山脈に連なっている。三部山西南に八丁平と言われる平坦なすすきの高原地帯があり、一面に白や潮の群生が見られる。眼下に室尾火山群、西には山陽が最も素晴らしいと言われる高原山、南は 大光山脈を通し、吉野熊の国立公園大大山系の日出が、竹を見ることができる。また東方には伊勢湾を一望し、晴れた日には遠く、富士山を冒険できる。この地域は、青山高原、室岡山群の地質とは異なり、伊勢、山と一直線に結ぶ、中央構造線と言われているもので、主として、河口岩類よりなる。三部山はじめ、 白髪山と1000メートル級の山々が連なり、これが、三重、奈良両県の境界となっている。南側は、数百メートルに及ぶ断崖を成しているが、これに反して、西側は緩やかで、室岡山群の山麓につながっている。高県山の南側の暗部が、高県峠で、これは、串田川、吉野川の分水嶺で、地形、行政の境界ともなっている。飯高町、 日立の日立の中央構造線は日本国の天然記念物に指定された大規模な中央構造線の路頭である。室火山群と移動的に変わらないため、断地性植物の北限、寒地性植物の南限の分布状態である。高所には寒地性植物、中腹以下には断地性植物が見られる。特に三部山付近の湿原に群生する白シ潮は、 その開下記には雄大な長望に鮮やかな色を添える。この湿原を取り巻く一帯をと、高景山に至る稜線付近にはブナの原生林が残されている。この地域は旧伊勢海道沿いにあるため、奇襲港の山勤交代や伊勢神宮参拝の主管道路であり、山頂にある神社にお参りする行者等でその往来も多く。 高健山峠付近の派手には昔を忍ぶ跡地が多い。また、高健山町にある高角神社や中腹にある口作展海山大雲寺は、それぞれ文化的にも貴重な史跡である。三部山地一帯は、地形上、室岡山群と大光山脈に挟まれた地帯で、あまり有名ではないが、この地方としては珍しいブナの原生林とその他、湿原に咲くヤシ潮の群落など、 植生上を見るべきものが多い。また、文化景観上は、大雲寺、和歌山街道沿いの神ートなど、史跡も多い。三重県の最西部、採用地で、奈良県境にわたる一帯の山地で、大台山系に南から連なっている。標高は1300メートル前後の鉱山が連なる山岳地帯である。紀伊山地の東部に、三重、奈良両県の境を、 南北3 0ルように連なる山並みで、大台ヶ原に繋がっている。古い水なり岩からなり、三重県側は、串田川の上流、奈良県側は、吉野川の支流と言われている、高県側、四京川、中奥川の上流にあたり、急流により強い浸食があり、深い V 字型の渓谷が至るところに形式されている。山は急旬で、 奥地に入るに従ってその感は強い。このような地形にあるため、岩石、幕府が多く、優れた景観を呈している。国見山、池小屋山、白倉山を結ぶ、この地区一帯の、海抜700メートル以上の高所には、随所にブナを、主とする温帯性の落葉紅葉樹林が、自然林のまま残されている。特に、三重県側には多い。700メートル以下には杉。 ヒノキの増林地が多い。奈良県側は地形が三重県に比してなだらかであるため、かなり高所まで過ぎ、ヒノキの増林が進んでいるのは対照的である。三重県側の急峻な渓谷沿いには、それぞれ尺投げが群生し、祈願幕府に代表される地形景観に花を添えている。この一帯には筒ツツジが多いのも特色である。また、 国見山の東側安部の明神平一帯には、大分や明月の巡林が残されているのは貴重なものである。笠取山で代表される青山高原は、三重県の西北部、伊勢、伊賀をあける丘陵地帯で、鈴鹿の男性的な山並みと異なり、標高700メートルから800メートルの丘陵性団地の連続した延長20キロメートルの高原である。 本地帯は、鈴鹿山脈と笠取山、二河、竹、国見山、大道山とを結ぶ布引山系に属する火山群によって生じた古い火山地帯で、笠取山を手法として、青山峠より田草が丘に至る南北に流れる高原地帯で、地質は第三基層及び中世層で大部分が内帯特有の河口岩からなっている。伊勢平野に面する東側は、 傾斜が緩やかで早くから高地となっている。西側は東側に比して、地形も谷あり沢ありの急峻で、山緑部まで森林が大部分を占めている。本地域は平均標高500メートルであるため、井戸的に見ても植物学上から団地生植物体の北限界であり、また寒地生植物体の南限界でもあって、両植物が交錯している。高所は大部分が、 すすき草原であるが、場所によっては、山笹がある。この地区で、代表的な種類は、汗び、犬つげ、ツ,ツジが多く、開花期には鮮やかで、この地区一帯の代表的自然景観とも言われている。中腹部特に西側は杉、ヒノキの植林地帯で、隣接の雑木林は、林支店換が進んでいる。自然林として優れているのは、 県の天然記念物の奥山愛岩鮭大林で、この地方には珍しく、ブナを主体とする、原生林草が残されている。この地方は、大和地方の影響を受けて、文化景観として取り上げられるものは、多々あるが、特筆されるものとしては、笠取さんの麓にある、新大仏寺が挙げられる。これは自称4年に、平重平の陛下で焼かれた東大時代仏殿を、 再建した、春のり、傍聴元商人によって創設されたという由緒ある寺院で、この地方が東大寺の荘園であったことから信大仏寺と称されたとのことで、後世は雨乞いの祈願のため、大阪、河内、山和方面からの参拝者が多く信仰も厚いと言われている。この寺には、板の表面に戦隊衣仏を刻んだ板五輪塔があり、その背後は、阿弥陀像で、 学術上も貴重な品とされている。またこの寺には、松尾芭蕉が奥の細道の帰り、郷里の伊賀上野に帰省する途中、津から長野峠を越えて立ち寄った時、残した句が残されている。笠取山から三角点までの景観の特色は、地形上、伊賀と伊勢を分ける、両線付近の丘陵地帯であるため、その眺望は素晴らしく、東に伊勢平野、 伊勢湾を通し、愛知県知多半島を望み、南方に、吉野熊野国立公園を台題が原、西方には、伊賀盆地を経て、笠木山地を見渡すことができる。など、ありがとうございます。